朗報、メジャーに打率4割のイチロー2世現れる。アラエス398、1本、出塁率445、OPS、931、しかも25歳。スター確定やね。しかもまだ半分も終わってないのに93安打。打率の割にしょぼい出塁率、単打マン、ガチでイチローやん。しかも足の速さも打球速度も平均未満。マジでバットコントロールが神。しかもまだ半分も終わってないのに93安打。あえたんで草。コツンコツン野球やん。単プロの申し子やん。内野安打で5切ってもないのに4割はすごいな。マーリンズ初のサイクルヒッター様やぞ。去年こいつがリーグで首位打者取ってなかったらジャッジが三冠王だったんやっけな。リーグでも首位打者取ると史上初らしいし、めっちゃバビってそう。 WBC のアメリカ VS ベネズエラ戦で1試合に本塁打も打ってたし、その気になれば長打も打てるらしい。アヘタンはつまらないってことを証明してくれたよね。イチロー見てるか、お前の生まれ変わりがここにいるぞ。今回は以上です。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。